去年9月に日高管内から根室管内にかけて発生した赤潮では養殖のウニや粒などに甚大な漁業被害が出ました同は2025年度末までに進める対策のロードマップ案を示し赤潮発生前の生産量に戻すため多様な養殖方法を検討することなどが盛り込まれましたまた赤潮の発生を予測するための技術開発にも取り組みます ロードマップは明日開会する定例道議会での議論を経て早ければ今月中の策定を目指すということです。